デファビランドエアクラフトカンパニーは1920年にエア公社のチーフエンジニアだったジェフリー・デファビランドが創設したイギリスの航空機メーカー。創立者ジェフリー・デファビランドシニア当初デファビランドエアクラフトはエア公社の単座または複座複用機の DH シリーズの生産を引き継いだがエンジンには自社製のジプシーシリーズを用いた。この頃の機体としては DH 60ジップシーモスと DH82 タイガーモスがある。これらの機体は当時の航空記録を打ち立てた。エミー・ジョンソンは1930年にジップシーモスでイギリスからオーストラリアへ単独で19.5日かけて飛行した。モスシリーズはより洗練され、ホーネットモス、モスマイナーなどの機体へと発展した。モスマイナーは木製の低翼単容器である。 また1928年にはモスシリーズ機を製造するためにカナダにデハビランドカナダを設立した。デハビランドは総発の高性能機 d リー H88 コメットを生産し、コメットは1934年のイギリスからオーストラリアへの長距離レースマックロバートソンエアレースで優勝した。また同年に就航開始した小型旅客機である。 DH-89 ドラゴンラピードは、その後長く世界各国で使用された。高性能な機体の設計技術と、木製構造に対する経験は、デハビランドの機体で最も有名な DH-98 モスキートを生んだ。第二次世界大戦時下のアルミニウムの不足に対応するものでもあった。英国海外航空のコメットマーク、1第二次世界大戦後に、 これらの軍用機の需要は急減したが、民間航空が世界各国で復興し、1940年代後半には、全金属製の小型旅客機である DH-104W や、その改良型の d h 1 1 4ヘロンなどを、就航させ世界中で活躍した。1952年4月には、世界初のターボジェット旅客機、d h 1 0 6コメットを就航させたが、 金属疲労による連続的な事故により経営が悪化し、1959年に放火足奴隷に買収される原因になった。その後カナダの子会社のデハビランドカナダは、デハビランド製の何種類かの機体も継続して生産し、1962年にアブロカナダの生産設備が親会社の放火足奴隷により、デハビランドカナダに移管された。 1980年代にカナダ政府はデハビランドカナダを国有化した後ボーイングに売却した。ボーイングの子会社となったデハビランドカナダであったが、その後ボンバルディアエアロスペースに買収される。最後に開発された DHC-8 は今もデハビランドの名を冠したまま生産を続けている。イギリス空軍の DH-82A タイガースイギリス空軍の DH 82、モスキートビーマーク35英国海外航空の DH-106 コメットマーク4。ありがとうございます。